はい、画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、あのまかないの動画の方をねやっていきたいと思っております。で、今日使う、今日食べるまかないなんですけど、たまにね、こう僕無性に鮭フレーク食べたくなるんですよ。で、これを使ってですね、ちょっと簡単な丼物の方をね作っていきたいと思っております。で、今回作るのは、簡単鮭の親子丼にちょっとね、まあいろいろ手を加えて作っていきたいと思っております。もう本当にね、材料さえ揃ってしまえば簡単に作れる料理になっておりますので、興味のある方はぜひ一度作ってみていただけたらなと思っております。というわけで、まず材料の方を、紹介していきたいと思います。で、使うものなんですけど、まずご飯ですね、食べたい量のご飯。あとは、鮭フレークと、こちらがですね、イクラ。イクラはもう醤油漬けとかで売ってるものとかでも、まあ自分で作ったものとかでも大丈夫です。あとは、こちらですね、もみのりと、長芋、こちらで作っていきたいと思います。そしたらですね、長芋なんですけど、長芋はすりおろすんじゃなくて、この包丁ですね、包丁の背の部分を、当ててですね、こう削っていく感じです。ゴリゴリゴリっと、ゴリ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 っとね、こんな感じで削ってもらって、そしたらこれをまたゴン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 と軽く叩く感じですね。この方が食感が残って、なんだろう、面白い食感になるんで、こういう風にやります。はい、そしたらですね、ご飯にまずもみのりを乗せたらですね、ここに長芋を乗っけていきます。したら、鮭フレークですね、これも食べたいぐらい。まあ結構鮭フレーク、メーカーによっては結構味が濃かったりするんで、そこら辺はね、好みで調整してください。よいしょ。したら、その上にイクラをテテッと乗っけます。そしたらですね、これで海苔がはい、出来上がりになります。今から食べてみたいと思います。はい、それではできました。今から食べてみたいと思います。いただきます。もうね、鮭フレークの塩味で、とろろに十分味がつくので、もう醤油とか全然なくても美味しいですね。で、長芋も叩いてるので、こうシャクシャクした食感も残ってて、まず、鮭フレークの塩味と、とろろのシャクシャク感。で、海苔の風味が来た後に、最後にこう、イクラのね、こう、風味がガッとくるんで、本当にめちゃくちゃ美味しいです。で、イクラもね、今はもう本当にちっちゃなパックで、本当に200円とか250円とかで売ってるので、そういうのを使えば、全然なんだろう、原価もめちゃめちゃ高くはなりませんし、ちょっとね、リッチな気持ちにそれぐらいの金額でなれるので、ぜひね、ちょっと今日は贅沢しちゃおうかなっていう時に使ってみるのもありだと思います。というわけでね、今回は、鮭フレークを使った、ちょっと贅沢な、簡単親子丼の作り方でございました。また次回次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回もご期待。